デリー・フェルナンド・ミナ・ゴンサレスは、コロンビアカウカ県出身のサッカー選手。コロンビア代表。プレミアリーグ・エバートン FC 所属。ポジションは DF。2013年、デポルティ・ポパストで、プロキャリアをスタートし、翌年に、インデペンディエンテ・サンタフェに移籍した。2018年1月11日、FC ・バルセロナと2023年6月30日までの契約を結んだ。 移籍金は1180万ユーロで、契約破棄金は1億ユーロ。バルセロナ初のコロンビア人選手となる。2018年8月9日、エバートン FC へ買い戻しオプション付きの完全移籍が発表された。2018から19シーズンは、クルズマとマイケル・キーンのコンビの前に出番がなく、リーグ戦わずか13試合の出場に終わった。二千十九年九月、 コロンビアで禁止されている賭博の広告に出演していたとして、イングランドサッカー協会から罰金処分を下された。2019から20シーズンは、ズマがローン元のチェルシー FC に復帰したため、金とのコンビを組むことに成功した。2月1日はトフォード FC 戦では2ゴールを決め、3から2での勝利に貢献した。コロンビア代表として、 U-23 代表としてプレーした。2018FIFA フフワールドカップロシア大会のメンバーに選出されると、1次リーグ第2戦ポーランド戦では、先制得点を決め、第3戦セネガル戦では、決勝点となるヘディングを決め、コロンビアの1次リーグ突破に貢献。決勝トーナメント1回戦のイングランド戦でも、0から1で迎えた試合終了間際に、 コーナーキックからヘディングによるゴールを決めた。ディフェンダーとして3ゴールは1974年大会のパウルブライトナー、1990年大会のアンドレアス・ブレーメと並び大会最多イである。ありがとうございます。